開始。はい、お願いします。ちょっとさっきの動画でさ喋りすぎて声が枯れちゃってるんでさ、言葉少なめになるかもしれませんけど、ちょっと勘弁してく、あの勘弁っていうかさ、あのご理解、ご協力はどうでもいいですよね。よくさ、ご理解ご協力お願いしますとか言うじゃないですか。伊勢志摩サミットの警備にご協力お願いし、ご理解とご協力をとか言うけどさ、あれ聞いていつも思うんだけど、協力はさ強制ですよね、あれね。あと理解してるかどうかなんて心の内なんか分かんなくないじゃんってさ、ね、で仮に協力したとしたらさ、理解した上で協力してるか、それとも理解しないけどしょうがないから協力してるかって分かんないし、協力っていうのはさ、なんかさ、協力してるかなんかどうだっていいんじゃないのと思うんですけどね。理解なんかしなくてもいいから、とりあえず協力しろよこんにゃろっていうのは本音じゃないですかね。なんかさ、何にも考えずにさ、ご理解ご協力とかさ、これはいけるか。とりあえずさ、なんかさ、そのご理解ご協力って決まり文句だからそう言っとくみたいな、そういう感じでしょ。どうせそんな程度でしょ。あれ、なんかありそうだな。理解してるかどうかなんかどうでもいいんですよね。協力さえすればいいんだろって話ですよね。これ1六歩でなんか強者取りに行けるな。同香でもしこの強者取りに強者取りに来たら4四、あ、はい、勝ちました。いや、あなた負けだから、勝ちましたって宣言してるから、勝ちましたからね。はい、勝ちました。次1人強、あ、そんなの関係ないです。2分。1人したらもう勝ちました。いや、だから勝ったからってさ、勝ったって決まってんだからさ、もう。決まってんだからさ、何やっても無駄なんですよ、これ。同玉だよ、これ。逃げる。あれ？あ、大丈夫か。これ1個逃げとくか。角ってさ、なんか同飛車の上、同桂の上、同玉1九飛車とかでも、まあ受かってるけど、なんかめんどくさいですもんね。これは1個引くかな。1個かな。これただの王手ですね。あー、そっか。あれ、おかしいですね。これは何なんだろう、これ。あれ、おかしいな、これ。これ？あれ、なんか変だな、これ。あれ、おかしいな、これ。銀の方が良かったか。あ、よかった。勝ち宣言なのにさ、ねえ、勝ったって決まってんのにさ、1分30秒。まあ、角なって銀打ちで勝ってますね。これ引くよ。変に馬と、がっちりこうかな。やばい、時間が。こうか。ちょっとこれやばいの、これやばいのか、これ。ちょっと待ってよ、これ。あ、やばいのか、これ。時間がやばい、これ。そうです、勝ち宣言した人がさ負けるのって面白いじゃないですか。そういう面白い展開にしたくなかったんですけどね。勝ち宣言したからにはちゃんと勝つっていうかさ、勝ち宣言したけどなんか負けちゃうっていうさ、そういうのってさ、なんか動画的に面白いかもしれないけど、私はつまんない動画にしたいんで、なんていうのかな、いわゆる飯まず動画っていうのかな。うわー、飯なんていうの、飯がまずいっていう、そういう動画にしたいんですよ。同銀で叩く。あ、これどう、そっか。で桂馬打ちか。6二角ってね、引く、切っちゃう手もあるし、あー、まあ同金でなって、同金桂馬打ちなんだろうけど、逃げて何もないですね、これね。はい、受け切り。
思い出大手もいい加減にしたまえ。今聞いてるんで、そんなそこだけ注意しないといけないのこれ。まあ、桂馬なる。桂馬な、取るよこんなの。あーでも連打があるのか。なんか変だな。まあ、同型だよなこれ。五五馬とかでなんか、まあ九五銀に対しては一発叩くか。あれ何これ。なんか怖い。あやばい、なんか怖いなこれ。いやでもこれってばちょっと握手かな。30秒。これはもうここだ。あ間違えた、何やってんだ、鳴らずにしちゃった。あでもえ20秒。ああ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 、よっしゃ勝った。厳しい戦いをよく乗り切ったな。ね、あのね、はい勝ちました、はい勝ちました、お前の負け、君の負け、ね、君は僕よりも弱いのっていう感じで、そういう風に対局中にね、その見知らぬ相手をね煽り立てて、であれおかしいおかしいおかしいって言って負けちゃうっていうのを、負けちゃうと視聴者はやっぱり喜ぶわけですよね。いやそんなこと言ってないですよ、私はそんなに君弱いねなんて、そんなさ、口の悪いことは言ってないですよ。ただ勝ち宣言をね、あらかじめちょっと前祝いをしただけですよ。あんぐらい勝ったなと思ったんで、先にもう乾杯とね、ジュースで乾杯しただけですよ。私お酒飲めないんでね、飲めないとか 飲んだことないんで、そう、果汁 100% のね青森県産のリンゴジュースで乾杯しただけなんですけど、そこから負けちゃうのが視聴者の望むところなんでしょうけど、そこを裏切るっていうね、もう完璧ですねこれ、完璧、うん、で話変わるんですけど、以前は自分が喋るだけの動画っていうのあったじゃないですか、椅子に座ってただなんだかんだとかね、ただ自分が意見を述べるだけの動画っていうのあったじゃないですか、なんか首切りみたいな感じで顔だけ妙に、顔だけあんまり映らないようにして、首なしの状態、首なしと頭なしの状態でなんか私がぐちゃぐちゃ喋るっていう動画があったと思うんですけど、今後それをやる予定はないですね。どうしてかっていうと、こうやってさ将棋ウォーズをやって、その将棋ウォーズが終わった後に喋った方がなんか一石二鳥な感じがするんで、その将棋が終わったら雑談でお楽しみくださいの方がさ、なんかいいかなと思ってるんで。で今日はちょっと面白かったのは、今日さコンビニに行ったんですよ。でコンビニ、まあ別にコンビニでうまい棒一本買ったんですけど、でコンビニのさ新聞が売られてるじゃないですか。朝日新聞とか読売新聞とかさ、日本経済新聞とかいろいろ売られてると思うんですけど、そこにさ夕刊フジと日刊現代が置かれてるんですよ。でよくその日刊現代とかね、夕刊フジってよく売られてるんですけど、その別に新聞は立ち読みとかしないですよ。新聞立ち読みはご遠慮くださいって書いてあるんで立ち読みはしないんですけど、ただその一面の記事のさ、その見出しとかがさ見えるじゃないですか。朝日新聞だったらさ、朝日新聞の今日の一面は何だっけ、今日のですね一面は、隔離法廷最高裁が謝罪とか言ってね、ハンセン病患者へ差別助長、違憲性は認めずとかね、この日のニューストップニュースがね一面として載ってるじゃないですか。で一面の記事っていうのはやっぱり新聞の顔と言われてるんですけれども、そう昨日だったのか、昨日かコンビニ行ったのは、で昨日コンビニ行ったんですよ。でコンビニ行ってこの夕刊フジと日刊現代の一面をちらっとチラ見したら、なんかさ、いつもこれ思うんですけど、夕刊フジとさ、夕刊フジの一面と日刊現代の一面って正反対のこと書いてあるんですよね、いつもね。なんていうのかな、夕刊フジが黒って言えば日刊現代は白って言うし、日刊現代が赤って言えば夕刊フジは青って言うんですよ。で昨日はさ、なんだっけ、夕刊フジがさ、なんだっけ、なんか日銀が
10兆円規模で金融緩和するかもしれないぞとか、なんかそんなことが、ね、一面の見出しに載せたんですよ。でそれに対して日刊現代はなんか三菱自動車が上場廃止の恐れありとか、なんかそんなことが書かれてたんですよね。これもなんていうの、まあ、どっちもさ、その可能性としてあるのかもしれないけど、基本的に視聴者に訴えかける内容としてはもう本当に真逆じゃないですか。要するに夕刊フジは日銀がその10兆規模で金融緩和するぞって言って、要するにさ、簡単に言っちゃえばさ、お前ら株買えよって言ってるんでしょ。お前株買ってさ、値上がり、なんていうの、キャピタルゲインっていうのかな、株買えばさ、安い、今安いから買っとけば日銀の金融緩和でさ、ドーンとさ上がっちゃうぞっていう、だから今のうちにさ株を買いなさいってさ、まあ、要するに投資を煽ってるんですよね。で逆に日刊現代の方は三菱自動車が上場廃止になるかもしれないって言って、まあ、そうやってこう投資家心理をね、こう冷やそうとしてるわけですよね。もう完全に逆をやってるわけですよね。ほんとさ、コンビニのさ、その新聞の売り場でさ、日刊現代と夕刊フジっていつもさ火花散らしてますもんね。あとさ、ある時はさ、以前見た時はさ、なんかその日刊現代が夏の参院選で自民公明が惨敗の可能性高しとか、なんかそんなようなこと書かれてたんですよ。でそれに対して夕刊フジはなんだっけな、秘密保護法反対デモの参加者の中に中国韓国の関係者が紛れ込んでいたとか、なんかそんなようなさ記事がさ書かれてたんですよ。これもさ、まあ、これはもう正反対とは言えないですけど、まあでもさ、なんていうの、まあほぼ正反対に近いっていうかさ、夕刊フジってなんか妙にさあれですよね、なんか政権擁護っていうか、まあ自民党とかさ、まあ自民党っていうよりもさ、自民党は別に中国韓国と仲悪くしようってしてるわけじゃないかもしれない、まあなんていうの、次世代の党、違うのか、日本の心を大切にする党ですか。いやもっと言っちゃえばさ、そのニコニコニュースでさ暴れ回ってるさ、なんかいるじゃないですか、ニコニコ動画のさニュースのとこにさコメントしてるさ過激派の連中がいるでしょ。何でもかんでもさ、なんか悪いニュースがあれば、あ、これも韓国人の仕業だと、これも在日朝鮮人の仕業とか言ってさ、何でもかんでも朝鮮人のさ、性にしたがるさ、変なやついるじゃないですか。なんかあれと論調がほとんど同じでさ、ああいう何、ニコニコニュースのやつだとかを喜ばせるような記事を、まあ書いてるのが夕刊フジですよね。で逆に、まあ、別に韓国や中国の、褒めてるわけじゃないけど、なんだかんだでこう反体制的っていうの、政府批判をとにかく政府に歯向かうのが日刊現代の役割ですよね。まあそんな感じでね、なんかいつもね、夕刊フジと日刊現代がコンビニで戦ってるんで、なんか面白いっていうかさ、今日はどんな戦いが見れるのかなみたいな。そんな感じでね、面白いなと思うんですけど。